おーい、お茶。私の町の未来の桜プロジェクト。皆様こんにちは、市川海老蔵です。伊藤園ではおーいお茶の売り上げの一部を各都道府県の様々な場所で桜を寄贈する私の町の未来の桜プロジェクトを行っております。取り組み続けて3年、全国各地に植樹してきました。これから1000本目の桜を私たち親子が植樹させていただきます。行くぞ。桜は日本の明るい未来の象徴だと思います。2人の子供たちの明るい未来のためにもこのような活動はとても大切だと思います。私が大きくなった時、大きくなった桜を見るのが楽しみです。楽しかったし、1000本目を終えられてとても嬉しかったです。皆様も多いお茶を飲んであなたの町に桜を咲かせませんか。